大谷は8月の打者ランクに行か、来ないチームは結果。 MLB 公式サイトは8月31日、日本時間9月1日、打者のパワーランキングを発表し、今季は5回連続で1位をキープしていたエンゼルス大谷翔平投手は2位に順位を落とした。大谷の8月は27試合で打率3割1分6厘、5本塁打、OPS1.004、 勝負を避けられる場面はあったものの、メジャー屈指の成績を維持している。同サイトは、8月は投手としての大谷の現在と将来、そしてエンゼルスにとって非常に残念な結果となったが、リーリッチの大谷はずっと順調であったと評している。怪我で不調だと言われてるけど、実際数字見ると成績は超一流なんだよな。あくまで不調、大谷日だからな。ホームラン8月5本だから1位になれないのは仕方ないね。大谷抜いたのは結局誰なんや。同サイトは、打者パワーランキングで誰かが大谷を抜いたって、との見出しで驚きを前面に打ち出している。今回同サイトは、大谷が憧れの選手として名前を挙げたことでも知られるドジャースのムーキー・ベッツが野手を1位に選んだ。ベッツは8月に驚異的な打撃でドジャースの快進撃に貢献、28試合で打率4割5分5厘、11本塁打、 OPS1.355 の成績を残した。今季でも打率3割1分7厘、38本塁打、 OPS1.033 とし、 MVP も視野に入れている。今回、大谷が1位の座を失ったのではなく、ベッツがその座を奪ったのだと同サイトは伝えている。あ、OPS1.3 超えは次元が違いすぎる。成績おかしいだろ。ベッツってスーパースターだよな。本当にベッツも WBC 参加組なので相当疲れが溜まってるはずなのだが、よく頑張っているよな。いつも楽しそうにプレーするのが印象的だ。ナリーグはアクーニャもいるから MVP 激戦だね。どちらもすごい成績。改めて思うのは、大谷ってすごい連中と渡り合ってるなって。投手ですか。大谷の移籍先次第では来季はベッツやアクーニャジュニアとの直接対決、もしくは共闘なんかも見れる可能性あるのか。それも今から楽しみだな。